チェットトン王家とは、1782年以降、チエンマイの国主に任命されたカーヴィーラの一族を言う言葉である。ティッパチャック王家ティッパヤウォン王家ティップチャック王家などとも呼ばれる。チェットトン家の始祖は、カーヴィーラの祖父で、ティッパチャックといった。いわゆるラーナーと呼ばれる地域は、当時ビルマコンバウン王朝の支配下にあったが、コンバウン王朝は、中国との戦いに疲弊し、 ラーンナー地域に対する支配力を弱めており、ラーンナーでは重税に耐えかねた民衆らが放棄するなど混乱期にあった。1730年にはラーンナー地域における主要都市の一つであるラムパーンで反乱があったが、漁師であったティッパチャックはこの反乱にビルマ側の将校として参加し、反乱を打ちに集し、ビルマに基準した。これにより、 ティップチャックは1732年よりラムパーンの国主となった。その後、1771年ティッパチャックの息子、カーウィラは、ビルマに反旗を翻すことを決意、チャーバーンという将軍と共にトンブリーのタークシン王に援軍を求めるアンナー地域をビルマの派遣下から退けた。この時、カーウィラは命をタークシン王に差し出し、また、後に、 シャムの副王となるスラシン・ハナートにカービラの妹で、ある、シンヤ・ノーチャーを嫁がせ、シャムとのコネクションを強めた。その後、チャーバーンが、タークシン王の怒りを買い、投獄され、トンブリーで死ぬと、1782年カービラは、その後に即位したシャム王ラーマ一世によって、チエンマイの国主に命ぜられた。ただ、実際には、チエンマイはこの時までに廃墟と化していた。 1796年にチェンマイが再建され、名実ともに、ラーナーが復興した。その後、ジェットトン王家出身の人物により、チェンマイ、ラムパーン、ラムプーンなどの国主は事実上接収され、チャクリー王朝の派遣を認めた上での統治が認められた。ジェットトン王家の権力は、ラーマ五世がチャクリー改革と呼ばれる行政改革を行ってから徐々になくなっていったが、 ラーマ六世により、それぞれの国主の家系に特殊な名字を可視したことにより、現在でもジェットン王家の末裔が存在し、地元の名家の地位を享受している。以下は、大まかな、ジェットトン家出身の国主、君主の一覧である。ケオナワラット少将を始祖とする一族は、ナ・チエンマイ。ブンヤワート・オンマーニットを始祖とする一族は、ナ・ラムパーン。 チャクラカムカチョーンサックを始祖とする一族には、ナラムプーンという名字が、ラーマ六世より、歌詞されており、現在でも名字に名乗る人物が、多数いる。ありがとうございます。